どうも、マサズアウトドアチャンネルようこそ。マサニーです。そして山ちゃんです。そしてあジェンコのナホリタです。はい、よろしくお願いします。さあ今回ですね、前回に引き続きまして、ブーツ紹介ということで、まあ、前回はね山ちゃんの、お気に入りのブーツを3つ、紹介していただいたんで、まだ見てない方はそちらも、見ていただくということ で今回は、深夜さんのブーツ3足、持ってきて紹介してもらうんですけど、はい、結構悩みました。ブーツ何出そうか。いや全然悩まない。でもめちゃくちゃ持ってるじゃないですか。まあまあ量はあるけど、はい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 、で今日はどんな感じで持ってきました、うん、ブーツ。今日はまあ一番やっぱりメインで履くやつ。ああなるほど、うん、って感じやね。はいはいはい、ブーツ昔からお好きですか。やっぱそうだね、うん、ずっと好きだね。うん、でもスニーカー履きます。まあ年に4、5回、年に4、5回ですか。年に4、5回、うん、足痛めた時バンズ履いてますよね。そうだそんぐらいですか。あでもスニーカーは持ってるんですね。一応持ってる、うん。僕見たことないの、深夜さんのスニーカー。たまにバンズ履いてる。たまに、まあ、ほぼバンズしか持ってない。あ、そうなんですね、うん、コンバース持ってないから。まあまあ僕ね、このチャンネルはもうスニーカー全盛期なのにブーツしか履かない人いっぱいいるんで。今日は深夜さんのブーツを紹介していただくということで、早速じゃあ1足目お願いします。はい、はい、じゃあ1足目は、はい、レッドウィングのエンジニアブーツです。はい、これは定番中の定番、もう僕のチャンネル何回出てきたか分かんないぐらいですけど。そうだね、まあ、2268ってやつ、はい、一番定番的な黒いエンジニアブーツで、はい、まあ一応そのなんだっけ PT91、はいはい、刺繍のタグのね、うん、で、もう20年ぐらい履いとる。これですか、うん。でなんか20年間履いとるっていう人でもさ、20年間所有しとるっていう人がおるわけ。はいはい、わかります。だからそれを履いとるか履いてないかっていうので頻度で言うと本当にめちゃくちゃ履いとる。ですよね。20年間めちゃくちゃ履いとるやつ。綺麗な。でまあちょっと違うところは、はい、このスタッズを、うんうんうん、まあ自分で。すごいな。けど、うん、はい、これご自分でされたんですか。これはそう15年ぐらい前。へえ、めちゃくちゃ綺麗。お前、はいはいはい。でこの中はリザード、リザード貼ってある。はあ、いいな、かっこいいっすね。やっぱあんま近くで見せんで。ああ、そうだ、ずれとるから。いや、そこがいいんじゃないですか。恥ずかしいから。まあこれもちろん普段履きも、あとバイクも、バイクもこれ使います。全然だもう何もかもこいつで。あ、なるほど。まあだマザニーがキャンプ行く時とか、はいはいはい、そうです。もうそういう感じで何もかもこいつで、はいはいはい、しとった時期が相当ある。はあ、これ結構いい感じにこう写真出てますけど、これは多分もう20年かけて育てたって感じですか。うん、そうだね。その、うん、なんか俺らこれ履き始めた時って、うん、写真っていう言葉がなかったから、なかったっすね。はいはいはい、その人のやつが茶色くなっとんが見てかっこいいな、うん、あいつのやつって言っとって、はいはいはい、なるほどなるほど。でその写真っていう言葉できた時に、はいはいはい、その裏が茶色いとか、うんうんうん、断面が、はいはいはい、茶色いやつが写真だって言われた時に、うん、自分の見たらグレーだったんよね、うん、はいはい、だから、はいはい、あ残念ながら俺のは写真じゃないと。はい、で、はいまあ、でも、もう長年履いとるから、うんうん、別にだからっつって買い替えるとか、はい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 、そういうもんでもなかったから、うん、まあまあそれはそれはそれで、うん、はいはいはい、って思って履き続けとったら、うん、抹茶っちゃなんよね。いや本当に、うん、はあ、なんかある日を気づいたらあれなんか茶色くなってきたなと思って。はいはいはい、はい、見たらいやもう茶色いんがいいけどってなって。だからなんかまあそういう経験値から言って俺、うん、全部茶真やと思うよね。あ、91、うんうん、まあ、83も出やすいって言われますね。そうそうそう、うんうん、だから多分そのこう色が抜けていく時間が
かかるのが個体差がある、うん、そう個体差あってだと思うよね。だからなんかね自分の写真じゃないからがっかりみたいな人も履いていけばなると思うよ、うんうん、なるほど全部写真だとそうだって俺なったもん、うん、はい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 まあ経験者ですからねそう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 、うん、黒いやつここまで仕上げてますからね、うん、いやすげえな芝入ってもめちゃくちゃかっこいいですねやっぱり、うんうん、結構このなんかひび割れみたいなやつも、はいはいはい、ちょっと俺最初気にしたんよね、うんうんうん、あちゃーみたいななってしまったなみたいな、はいはいはい、でもなんかねそのブーツ直してもらいに先輩のとこ行った時に、はいはいはい、表面なんだってこのひび割れが、はい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 、だからその皮自体にこう深く刻み込まれたものじゃないから、うん、なんかそんな気にせんでいいよって言われてへえなるほど、うん、もうシワが入り方がこうきめ細やかで全然なんか悪い風なイメージじゃなくて、うん、なんか綺麗に入ったシワって感じがしますね。確かに確かに。だからなんかそれ聞いてからなんか安心したっていうか、うんうん、なんかそのまま履き続けてははい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 、まあこれソールは変えて遊んでるんですか？あのね、ヒールだけ変えた。あ、なるほどなるほど。オールソールで持ってったら、はいはいはい、いや、しんちゃんまだ前行けるから、うんうんうん、ヒールだけでいいよ。で、ダークブラウンのヒールつけたんよ。で、だからここは黒で、はい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 、こいつだけダークブラウン。ここだけが、この部分だけが。で、はい、この積み上げのやつ、うん、あのレッドウィングってなんかプラスチックじゃん。そうですね、ミッドがね、うん。これレザーにしてもらって、はい、このレザーもダークブラウンで塗ってもらって。そこが結構こだわりポイントですね、じゃあ。なんか思ったより良かった。めちゃめちゃいいですよ、うん、めちゃめちゃいいっす。このツートン具合かっこいいなっていう。うん、めちゃくちゃかっこいいですね。うん、またこの写真の色と相まって、このね、ソールが。ちょうど良かったんよね。ちょうどいいですよね。ちょうどいい色っていうか、うん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 、このとこプラスチックの積み上げだったんですか。そうそうそう、レッドウィングはそうなんだよ、うんうん、でもっと明るい色すもんね。そう、うん、あのなんていうか白っぽいよね。そうですそうです、茶色っていうので、はい、うん、いやこれいいな、もう本当に、まあ、いや20年選手そう、いやもう本当にあの缶オケに入れてほしい一緒に焼いてほしい、これは一緒に焼いてほしい、うん、なるほど、ね、はい、じゃあ最初の一足は、はい、レッドウィングの PT91 ですね、はい、はい、ありがとうございます。続いてこちらです。はい、すごいね、やっぱ歴史が違うね。ちょっと違いますね、はい、2足目、ウエスコのボスですね、はい、あ、王道中の王道、ウエスコですね。カスタムオーダーで、あ、はい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 、フルオーダーで、はい、して作ったやつで、ちょっとカスタムポイント教えていただいていいですか？カスタムは、うん、ワイズが DYZ、あ、DYZ、はい、結構吊るしの日本入ってきてるやつは E が多いから、うん、あのワイズっていうのはこの幅だ、幅の広さですね、うん、そうそうそう、はい、で DYZ で、うんうんうん、シャフトを細く、あー、なるほど、うん、はい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 、うん、確かに確かに、うんうんうん、で、このライナー、下側ライナーをつけて、はい、あ、内側に革を張ってる、だから二重なんですね。ここがその丈夫っていうか硬いっていう。なるほどなるほど、うん、で、まあ、ここにベージュのさ、この茶色いのが見えるのが、はい、いいなと思って、なるほど、はいはいはい、はい、で、これをつけて、あ、この、はいはい、これをはみ出させたいがためにこれをつけて、なるほど、はいはいはい、で、あとはあ、スチールなしだ。あ、スチールなし。はいはいはい、スチールなしで、でソールはまあノーマルの100番。はいはいはい、はい、うん、もうすり減ってあれだけど、うん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 、って感じだね。なるほど。さっきのと違ってここダブルステッチになってるんですね。うん、ウエスコは前基本ダブル、うん、通常でダブルですね、確か。そうそうそう。うんうん、はあ、いいっすね。これ何年ぐらい履いてるんですか。これはさ、2003年。からはい、にフルオーダーして履いてるんですね。19年前だどういうの、20年どころじゃねえな、マジっすか、うん、25年ぐらいかもしれん、ひょっとしたら。そうないですよ、何いくつだっけ。26です。26、はい、これ25 25年ぐらい履いてるな。そしたら、はあ、でもこっちが年上だよね。だから、ああ、そうそう、発売されたのはこっちの先だから、ね、年上年上だよね、うん、これ履いた時に、これが新屋さん出会った時に、山ちゃん行くって生まれてない、ない説もある、生まれない説もある、はい、おだまじゃくしのタンパク質だよ
いやそう考えたらすごいね。それを、ま、ほぼリアルに履き続けて、そうでこの状態だからね。まあ、今も履いとるからね。うん、そうですよね。うん、はい、でこのウエストですね。そうね、うん、これあの先輩のお店でオーダーしたんだけど、うん、あの当時、うん、ウエスコジャパンはなくてまだ、はい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 、うん、そうですよね。サイクルマンっていう会社にオーダーしとったんだけど、なるほど。でその先輩が、うんうんうん、なんか一足ずつオーダー普通にできるんやけど、はい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 、個人でも、はい、あの10足とか何足かちょっと忘れたけど、まとまった数をいっぺんにオーダーすると、はい、次から取扱店になる。なるほど、うん、代理店になれる。そうあ、なるほどなるほど。でそれで先輩がその店の常連さんたちに募って、はい、あの今回は儲けはいらんと、はい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 、だからもうみんなで作ってもらって、うん、俺を取扱店にさせてくれ と。はあ、なるほど。もうみんな俺もって当時から高かったですもんね。いや、そう今も高いですよ。でも当時からもう値段全然下がってて、もう当時高いんでね。うん、でそれで作った感じ。なるほど、うん、で結構思い入れもあるって感じですね。そうだね、だってもう19年前だからね、それが、うん、すげえな、うん、まだ履いとるからね。そうですよね、うんうん、2足目が、ウエスコのボスですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ3足目ラストですね、はいはい、いや今回もエンジニア、うん、でまた黒のブーツじゃないですか全部違うから全部違いますからね、うん、こちらはどのブーツですか。これはあの60年代のチペワの、うん、エンジニアブーツ、まあ、ヴィンテージのチペワ、うん、ゴリゴリヴィンテージやね。なるほど、かっこいいな。これは結構写真っすよね。そうだね、結構チペアは割とその90年代とかにはもう、うんうん、ないっすよね、写真って。ですよね、うん、写真っていうものはもうなくて。そうですよね、結構古い年代まで遡らんと写真はないんよ、ね、うんうんうん、60年代ぐらいまで遡んないとないぐらいか。そうですよね、うん、60ってやばいっすね。やばい、うん、ヴィンテージシューズ、うん、でマスクロシャルとしての、はいはいはい、まあ、キャッシュもそうだし、うん、あとはそのバックルも、そうですね、ヴィンテージの、うん、バックルこれがね、またかっこいいですよね、うん、これがね、はい、写真も結構出てて、雰囲気がすごい、うん、ウエスコの古いやつにもこのバックルついとるんよね、はい、あ、そうなんですか、うん、へー、だからあの福六寿さんとかで、ね、あ、はい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 、まあ、物リペアの、そうそうそう、まあ、ショップですね、復刻で作っとって、うん、なるほど、うん、で、あのウエスコも今今度、はい、あのソウル交換出した時にバックルも変えようかなと思って、うん、あ、なるほど、うん、こっちのウエスコですか。そうあ、これはこれを、まあ、このバックルに、うん、上もこれこのバックルになるほど、うん、はいはいはい、変えようかなと思って。でこう見るとやっぱり違うブーツだなっていう、うん、そう、うん、全然違う、うん、分かんないって顔してますいやなんかもうめちゃくちゃエンジニア好きなんだなっていう。レッドウィング、はい、レッドウィングもね、うん、まあ、はい、まあ、並べりゃ分かるけど全然違うよね、うん、全然違います、うん、でもこれがヴィンテージって言われて、うん、あ、そうなんやこれで帰るって言ってて、えみたいな、それする必要あるんやみたいなこの野郎お前全然違うじゃない、この剣先の形とか見て、うん、でもこっちもかっこいいじゃないですか。いや、かっこいいよ、丸の、うん、先っぽもね、長かったりこのストラップの位置が違うじゃない、この、まあね、ピッチも違う、太さも違うし、そうでしょ、そういうことなんですよ、うん、あのね一番万能なのはこいつ。そうですね、うん、はい、でレッドウィングですね。太いパンツとかミリタリーパンツとかさ、うんうんうん、ゴリッと太いパンツとかはこいつの方が、そうですね、うんうんうん、でなんかちょっとこう新品物とかの細いパンツとか綺麗なパンツとか、はいはい、まあ、例えば、まあ、スラックスだったりとか、うん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 、そういうの履くんだったらこいつが合うんよ。なるほど、うん、全然違いますからね。全然違うから全然違うから、うん、でこの
トゥーが違うじゃないそうですね。まさにのこの前 のハイテストとレッドウィングね。全然違います、うん。全然違うじゃない。これ履いたらもっと違いますからね。うん、そう置いてあるのと履くのまた違うから。自分がこのエンジニアまだ履いてないってことだったんで、まだ分かんない。うん、いずれ多分はっきり言いましたよ。分かんない。分かんない。いずれ履いた場合にこういうのが多分分かってくる、うん、多分自分で掘ったら多分こういう違いが分かってくるかなっていう、だから履き続けないと分かんないかもしれないですね、実際。そうだよね、うんうん、僕ももうずっと履いてるんで、やっぱ違いが分かるというか、うん、だからまあ3つのこのメーカーを所有したからこそ比べて分かったみたいなところもあるし、そうですよね、うんうん、はい、ということで今回この3つ、紹介していただいたんですけど、ちょっと履いてもらうことできますか？意味ある？わかる画面で確かにアハ体験です。アハ体験オタクにしかわかんないいいけどさじゃあもうやめますかこれはもうわかんない、これさすがにわかんないか、わかんない、パン使えないとわかんないな、多分そうだ ね、 ですよね、良さが伝わらない、確かに確かに、はい、ちなみに今日履いてるのは、あ、今日はあレッドウィングの黒いやつこれと一緒じゃないですか一緒なんだよ、まあ、品番も一緒なんだけど、品番も一緒っすよね、このピリ91、うん、何が違うってスタッズ売ってないだけっす、あこれに関してはそう2足持ってる、うん、ちょっとこいつの寿命が近づいとるから、はい、そうですよね、ちょっと延命したくて、あー、はいはい、ジージャンとかでよくやるやつ、ボロボロのやつを、あ、そう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 、延命させたいからもう1個買うみたいな、うん、買い足す、はい、ローテーションをちょっとなんていうか、あ、うん、周期をちょっと、うん、中3日ぐらいにしたら、はい、そう、やっぱブーツも休ませないとダメですもんね、そうそうそう、うん、ピッチャーの投球中3日はやっぱいるから、中3日にしてあげたいなと思う、あまりに入ってば蒸れ、中も蒸れちゃうし、うん、まあ、ソールも減っちゃうし、各部ダメージが来るから同じ品番のブーツ買ってローテそれはもうそれはもう何ですかそれはもう何ですか、もう言えないっすね、怖いって言ってましたけど、まあ俺もちょっとやりすぎかな、確かに、でもまあ、はいってやつですよね、はい、まあブーツ愛、はい、ブーツ愛ですね、はい、はい、ということで今回こんな感じで、はい、ブーツ紹介していただきました、はい、深夜さんめっちゃブーツ持ってるんで、またちょっと機会があれば、はいはい、また紹介してもらってもいいですか、何人でも対応しますブーツはめちゃめちゃ持ってるから、もうなんかすごい教養が深まったっていうか、うん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 、知らない世界を知れるっていう、なんかまあそうだね、うん、それもまたすごい勉強になりました、あ、まあ、ブーツ初心者の方はもう本当山ちゃんと一緒だと思うけど、ポカーンだけどね、山ちゃんのだけ見てればいい確かに最初にまさにもたくさんエンジニアの動画出したじゃないですか、うん、そうだね、より深いっていうか、確かに確かに、うん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 、ちょっと置いてかれました、だいぶまあでも本当にこれ以外にもエンジニアブーツって本当にいっぱいありますから、いっぱいあるね、うん、ストア系だったり、はいはい、まあもちろん現行もそうだし、ヴィンテージもそうだし、いろいろ種類あって本当にみんな違うんで、黒って言っても違うんで、やっぱり、はい、うん、その辺掘っても面白いと思う、ブーツ好きはね、深いっす、うん、あとに日本の現行が出してる、うん、日本のブランドさんが、はい、うん、出してるブーツとかももういっぱいあるんで、その辺掘るとまた面白い、結構かっこいいのありますよね、あるある、うん、ある、うん、そんな感じのやつもちょっと紹介、うん、今度ぜひしていただきたいなという感じで、はい、まあ、今回これでね、そうね、終わろうと思います、はい、はい、何の疲れてるの情報量多いなついてけんなら逃げよバカだなこの人たちっていうまあ仕方ないね、仕方ないな、はい、まあ、こんな感じで、今回は締めたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。